はい、今回はですね、和やかな217のアライアンス ANA がですね、有王戦に参戦するということで、珍しいんですよね。217はね、なんか知らないけど、有王は、持ち回りの歴史があって、ずっとね、有王戦は戦わずにね、持ち回りの方針なんですよね。で、今回ね、韓国のね、コリアリさんたちのグループが、もうちょっと木を取って有王めんどくせえのかなんかよくわかんないんだけれども、今回は木を取りに行かないってことでですね、じゃあどうすんだよってなって、まあうちじゃあ行っとくみたいな感じになっています。なんだその有王戦、他んとこも来るかもしれないから、まあ様子見ながらさみたいなそういうノリで始まっています。まあ、つまり他のところがめっちゃ攻めてきたらですね、譲るんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあお祭りですよ。お祭りなんでね、パグさん大体ね、もう朝9時とか起きてないんですけれども、まあ有王戦に参戦するということで、これはね起きます。でね、まあ ANA の皆さんはパグが YouTube やってること知ってるので、よし、じゃあパグさんを先発隊にして一瞬でもいいから木とかウリに、パグの名前をですね表示させてあげようという心優しい方ばっかりなんですよねなので頑張って起きて有王戦挑戦したいと思います。はい、うちの名手の柴犬も言ってますね、パーグさんは頑張って一瞬でも木の占領名に名前表示させてねってということでね、皆さんのね熱い期待をですね裏切らないように、パーグさん先行して10分前、8時50分ぐらいですね、今8時50分ぐらいにこの真ん中の土地に移動していこうと思います。はい、こんな感じで高級移転をね消費して、はい、移動しました。はい、琥珀さんもねめっちゃ強いんですけど、私は上部に行こうかと思います。パグさんの選挙が確認できたら木に向かいますパグが木を選挙してから動いてくれるらしいです。あ、名士の柴犬がね、パグさんは加速連打して頑張るはずって書いてますね。もちろんそうさせていただきましょう。加速は今日のためにあると言っておきましょう。はい、じゃあね、有王戦なんで、まあバフみたいなもののアイテム全部つけていきましょう。偵察対策24時間、24時間防御力アップ、はい、でもちろん攻撃力アップなどなど、どんどん全部つけていきます。最終アップはいらないかなあとバフこれつけてるけど効くのかな、なんか有王戦でね使ったことないんでよくわかんないんだけど、はい、それじゃあですね、いざ出陣、言えてないいざ出陣。はい、木の方にもね、この第一部隊、うちの二軍をね送っていこうと思います。はい、この二部隊でね、一応ねパグの中で一番強いのはウリに、で二番目に強いのはね、木に名前を表示させるために、加速を使って木に向かって行っていただきます。あ、間違えたかも。ウリに向かう部隊に、加速を使ってしまいました。はい、じゃあこんな感じでね、木に向かう部隊に加速を使いましょう。あと8秒です。早い早い早いめっちゃ早い。最高速で、木に向かって、木になんとかパーン出ました。 ANA パグリーヌという名前が、刻まれました。見てください。これね、結構嬉しいんですよ。なんかね、ペロペロリーヌっていう方が別のサーバーから今遊びに来られていて、パグさんではなくてですね、今パグリーヌになってますが、自分の名前が表示されているということには全然変わりがないので、これはね、なんか達成感がありますね。もしね、機会がある方はですね、ためらわずにやってみてください。お、ちょっと待って、もう来てる、もう来てる。え、あ、ウリの方に先に来てるね。はい、強い琥珀さんがですね、パグを守りに木に来てくれてますけれども、攻撃はですね、パグしかいないウリに来ましたね。撤収しましょう、撤収。で、アラチャに書くのも恥ずかしいんで、はい、これが戦域チャットなんですけど、このね、耳がピーンってなってるね、この猫。
こいつめっちゃ強いんですよ。こいつがね、パグをね、攻撃しています。戦役チャットにね、パグを攻撃するんじゃないと書いてですね、おー、やばいやばい、もうついちゃう、ついちゃうので、はい、このあたりでですね、撤収だって勝てないし。はい、ただ鉄砲撃を取られるとですね、木にいるパグの部隊が、めっちゃ鉄砲撃から攻撃を受けてます。はい、こんな感じでね、レポートが来ています。一回あたりね、攻撃、重傷になるのが1200ぐらい。これがですね、1分に何回か来るんですよね。9時10分だけで5回メールが来てるのでですね、1200×5 で6000匹、1分あたり6000匹ぐらいですね、重傷にさせられているということになりますね。ということはですね、強い部隊が木にいたとしても、ウリをですね、敵に占領されてるとですね、どん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 ね、木にいる部隊の兵隊を減らされるということになるんですよね。いや、鉄砲ウリ舐めたらあかんで、これ。はい、これが木にいる部隊の詳細でございます。パグの部隊は 700K。琥珀さんの部隊は 4M ありますね。守っていただいております。はい、さっきの猫にはですね、ちょっとですね、一人では勝てないので、はい、みんなでね、集結攻撃をかけました。はい、ボロ負けでございます。これレベル25の人とかも結構いるんだけどな。この猫強えのよ。このね、耳がピーンってなってる猫ね。あ、画面がまた赤くなりましたね。え、ウリにはもういないはずなんだけどな。どこ？あ、木が攻撃されてますね。ついにね、木に攻撃が来ました。あー、結構しんどいな、やっぱな。あ、柴犬がなんか言ってるよ。南のは今いる人だと厳しめ？ってことはあれだな。東のパグは大丈夫ってことだね。あ、強いの来ました。このナシワシさんですね。このパンダ強いんですよ。出たワシって言ってます。はい、じゃあここでね、パグのことをそんなに強くないと思っている皆さんに期待を裏切ってみせましょう。見てください、このレポートです。ほら、耳ピンに勝ってる。パグの勝ちです。いいですか、このレポートは上しか見てはいけません。下の方を見てはいけません。絶対にダメですよ。今からね、ちょっとだけね、お見せしますけど、ね、目つむっといてください。はい、誰が何と言おうと、パグの勝ちです。はい、この発言も見てはいけないんですが、真実ですからね。この宣言通りですね、耳ピン猫にパグが勝ったところだけ切り取って世界に発信したいと思います。お、さっき来たナシワシさん何？鉄砲売りから売りが発射されて木を攻撃するっていうエフェクトがあるんだね。そうなの？知らない知らない。パグも知りませんでした。ちょっと見てみよう。はい、木に注目してください。いきますよ。はい、今の。スローでもう一回。でもそれだけなんですけどね。木の方だけじゃなくてね、ウリの方もエフェクトがあります。エフェクトね、ウリの方もちょっと見てみましょう。この今、耳ピン猫が占拠しているウリに注目してください。はい、見えましたでしょうか。なんかね、飛ばしてるみたいなエフェクトが入りましたね。いや、まあ、うん、それだけなんですけどね。はい、またですね、パグが占拠しているウリにですね、攻撃が来ているんですが、ちょっとね、記念なんで、戦ってみましょう。うん、なんかこの辺もうすごいことになってますよね。ぐちゃぐちゃ。あ、戦い終わった。どうなった？はい。ああ、今ですね、パグとママタヌキさんの、部隊が引き上げているということはですね、まあこのように、負けているということですね。はい、パグ撃破26,800に対して、ミミピン猫が577,000と。ん？桁が。運営さん、桁がパグってますよ。はい、ということでですね、平和なアライアンス ANA が頑張ってですね、アリオ戦に参加して木をね、占拠できているという状況ですね。
もっと攻撃されるのかなと思ってたんですけれども、まあ、思ったよりね激しくはないかなって感じで、もしかしたらこのままですね ANA がですねアリオを取ることができるのかもしれませんよね。さあどうなるんでしょうか。次回もですねこの愉快なアライアンス ANA でアリオ戦を続けていきたいと思います。もうすぐ2000人、何でも気軽にコメント高評価お待ちしています。とっても励みになっています。最後まで見てくれて本当にありがとう。